破るか。真っ二つにかっさばいてくれ。何？あの手で敵の容器を取り込んどるのか。自分の霊気は無駄にできないんでね、あんたの容器を利用させてもらったよ。自らの肉体を共鳴の道具にし、俺の容器と衝撃波を取り込み、さらにそれを跳ね返したというのか。